子供たちがタラニスが移動した痕跡をたどって行き着いたのは、襲撃された跡が無残に。港とは分断されたガスコが復興する上で必要不可欠な新たな交通手段。ちっ、あの、え？くそ。あの、任せて。
やったぞ。ありがとう。タラニスから救出されたメイがようやく目を覚ました。タラニスの中で何が起きたのか尋ねてみたが、いつの間にか気を失っていたらしく、何も覚えていないという。うん、そうね。No. うん、目標が残した遺体の痕跡らしきものを確認した。追跡は可能だ。子供たちはタラニスの中に自分たちの知らない子供が一人いたことに驚いた。タラニスは自分たちが扉を開けるまで誰も入れなかったはずだが、誰がいつどうやって中に入ったのかと困惑するのだった。一方その頃
タラニスに囚われていたハンナが意識を取り戻した。周りを見ると、そこにはまだ意識を失ったままのボロンとソックス、そしてブリッツの姿を確認することができた。あ？部屋の空中に突然高速衣を着た少年が出現し、不敵な笑みを浮かべながらハンナを見下ろしていた。はあ、なんてこと。拘束された少年は冷たい目で答えた。はあ。タラニスの痕跡をたどりながら追跡を続けていたある時のことであった。ねえ、私お腹が空きましたわ。何か食事はありませんの？突然、子供たちの前に想定外の同乗者が前触れもなく姿を現したのである。え？はあ。父の敵を取らねばならないという言葉には勢いだけではない覚悟の気持ちが込められていた。ここで放り出すわけにもいかず、当面一緒に行動することを認める子供たちであった。はあ。よし。ね。はあ。何かしら。まあ。いいですわね。眠りましょう。
メイ。そうか。ごめんなさい。うん。手伝おうか。できたよ。楽勝さ。お任せあれですわ。よっ。お任せあれ、いかがかしら。やりましたわ。始めまくる。お任せ終わりましたわ。よう。
てくださいな。いっけー、始めますわね。手加減なしですわ。お任せあれですわ。消えなさい。サポートは任せまだよ。準備ができたわ。消えて行くよ。始めますわね。当たって準備はできていますわ。そこですわ。戦いはこれからね。やりましたわ。よかった。いざ前進ですわ。よかった。来るわ。たまるかよ。準備オッケー。どこ見てんのさ。やれやれ。くらえ！俺に任せろ！メイたち、すごく強いね。マルト。うん。
うの。これは？やってやる！できたわ。そこよ。始めますわね。痛いですわよ。行くよ。撃つよ。始めるわね。よし。どんどん行きますわよ。皆さん、いいですわね。サポートを任せて。準備よし。消え去れ。準備オッケー。当ててやろう。準備はできていますわ。消えなさい。僕らの敵じゃないさ。やったぞ。やったー。行くよー。やったー。攻撃だ。行くぞて。
よし、いいか、準備オッケー、好きなだけだよ。私のファンね、当てるから。やっぱ俺たち強いじゃん。やったー。ねえ、行きましょう。やれやれ、行くぜ行くぜ。俺に任せろ、好きなだけだよ。行くよ。やってやるか。発達しちゃうぞ。ないぞ。僕らの敵じゃないさ。やったね。一方その頃タラニスでは、ハンナが謎の少年ジルに自分たちの身柄を解放するよう問い詰めていた。ハンナ以外の子供たちは依然として目覚めておらず、ハンナの声に起きる素振りも見せなかった。お願い。はん。アンナは悔しさで体を震わせた。ハンナも他の子供たちも物理的に拘束されてはいなかったが、何か不思議な力で体の自由を奪われていたのだ。さーて、
礼しますわ。あ、片付けてやるぜ。オッケやれやれ。遅いんだよ。行くよ。撃つよ。俺に任せろ。好きなだけだよ。やってやる。丸見えだ。よし。
きげんよう。やれやれ。うわあ。さあ、眠りましょう。元気かしら？何？やれやれ。
ありがとう。ねえ、やりましたわ。元気？ようやく追いついた父の仇を前にして頭に血を上らせたバニラを子供たちがそれぞれたしなめた。その言葉で自分が冷静でないことに気づいたバニラは気持ちを沈めるように強くせ。お父様、ええ、行きましょう。アラニスが前進して接近中。まもなく戦闘距離に到達。くそ。アラニスから映像を受信。モニターに展開する。よし、お任せあれですわ。私の番ね。Oh.
行くよ。始めるわね。やるしかないの。行くぞ。準備ができたわ。そこよ。お任せあれですわ。私のファンね。行くよ。
準備はできていますわ。サポートは任せて。ソルジャノンのエネルギー反応がさらに上昇。ワーナブルムによる迎撃を適用。くそ！マルト！うん。推奨はできないが、転送準備を進める。大丈夫、心配ないよ。絶対に諦めない。衝撃に備え、対ショック耐性を維持せよ。いけタラスクスは、ソウルキャノンを放つ寸前のタラニスに勢いよく激突した。チャンバー室及びその近くにいる2名の人員を確認した。今ならその2名をここに転送可能だ。なんだ。その場所以外は探知を妨害されているようだ。これ以上探知に時間をかけるとリスクが高くなるだろう。くそ、よし。転送が開始された瞬間、タラニスに集まっていたエネルギーが弾けるように無酸した。無酸したエネルギーの粒子はタラスクスに吸収された。吸収された光の粒子は次第に大きさの異なる2つの光の塊として集まっていく。2つの光球はメイと同じようにそれぞれ人の形を形作ると、徐々に。やったぞ。やったね。やったぜ。え、完全に元の姿に戻った2人はその場にどさりと倒れたが命に。どうかな。心配しないで。おい、取り戻した仲間たちが復元したと同時にタラニスがゆっくりと。あ、転送により現在の残存エネルギーが非常に追跡速度の移動は不可。通常火器は使用可能だが戦闘は危険だ。くそ。その時突然離れていくタラニスの覚醒器から。え？チックショー。一方その頃、巨大戦車同士の戦闘を隠れて見守る二人の老人の姿があった。いかにも。そうじゃ。
まあ、うん。え、ごめん。いいえ。うん。え。ハハ。